おチョコでもみあげもらったんじゃないか悔しい味わいたい。あ、グンちゃうのこれ。グンと言っていいやろ。やばいやばいやばい。まだ大丈夫です全然。やばい、まあ、全然大丈夫です全然。アミューズプレゼンツ浦前吉田の崖っぷち。この番組は実践前に引くくじで決められた軍資金の中でなんとか立ち回るパチンコ実践番組です。お相手はこの方、正重ゆうきです。よろしくお願いいたします。お願いします。今回は結構短い感覚でね、はい、あ、そうですね、来てくれましたけども、はい、さあ、なんとか、まあ、この番組のね、はい、まあ、最近やってる企画というかノリなんですけど、はい、ノリ、コスプレをねしてもらいたいんです。なるほど。ああ20連チャンできなかったらちょっと待ってください。コスプレにしましょうか。ちょっと待ってください。ほぼ確定じゃないですかそれ、やる前から。ああ、バレたバレた。え、前回結構連チャンスタート聞いたんですけど、僕15連チャンですよね、はいはい、結構やばくないですかそのハードル。平均8連チャンぐらいですかあれ。なるほど、平均平均。いや、正重ですよ。ちょっと下げてもらって。下げんのちょっとだけ下げんのかいな。あ、じゃあ7やから7にしよう。あ、わかりました。本当にちょっとでしたね。7でしょ。7でじゃあ手を打ちましょうか。じゃあ、はい、7連チャンしなければ、はい、コスプレ。はい、まあでも7連チャンできなかったらコスプレぐらいしないとですよね。そうやで、そうやで、うん、そのうちの、はい、そのうちのそのうちの4回以上が、10ラウンドじゃないとダメでしょうか。そんなハードルつけます。 40% ですよ。4ラウンドばっかり7連チャンやったら、はい、これはコスプレとかなく、これはもう脱がなあかんで。いや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 、当たって連チャンしてるのになんで脱がないといけないんですか。分かった、もう7連チャン。はい、はい、7連チャンで、はい、行かなかったら、前半戦で行かなかったら、はい、後半ではコスプレしてもらいます。はい、そしてこの番組では毎回ガチで生活に困っている崖っぷちゲスト呼んでいます。今回のゲストこの方です。どうもこんにちは、ラフレッジマンの AV ガチャの左キッキキョンです。こんにちはパチンコ大好き、気合の入ったラフレクランのキョンだよ。キョンにちは。キョンにちはということで。ザー、久しぶりじゃないですか吉田さん。お前出てそんな1分、え、オープニングちょっと喋ってる間にこんな汗で。そうなんですよ、ちょっと感触でやらせていただいてすごい汗です。そうなんです、よろしくお願いします。どうですか最近、はい、ラフレクランの調子としては。ラフレクランの調子としてはごめんなさい、鳴かず飛ばずではい、すごく今中途半端の男にずっといる状態ですね。なんかすごい若手が出てきたみたいになってたけどね。いや、2年ぐらい前か。そうですね、その2年、僕がちょうど2年前ぐらいの時にちょっと劇場のトップ、あ、そう、看板みたいなのもやらせていただいてたんで、あ、まあ、そっからいろいろその、いろいろ皆さんがどん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 抜いて抜かれてるのに対してなんとか、まあなんとかその劇場の上にはいるんですけれども、賞、はいはい、うん、レースにもなかなか勝てず、決勝には行ったりするんですけど。賞レースは、あの大阪でいうと ABC、 あのお笑いグランプリとか大阪とか来てやってんねや。そうです、そうです、そうです。決勝には3年連続とかで行ってるんですけど、なかなか優勝できずでちょっと厳しい状態です。はい、負けられませんけども、今回のルールは崖システムです。各自の実践状況を最低0崖から最高100崖で自己採点してください。はい、自己採点をもとにしてゲストには実践終了後に私の独断と偏見で崖グッズをプレゼントします。より良いグッズがもらえるよう有意義な実践を期待してます。はい、では、お店の方、お若いですけども、社員さんですか。いや、バイトです。いくつですか。24です。彼氏いるんですか。あ、います。あ、そうなんや。なんか冷めるな。ああ、はい、俺いないですけど、ちなみに。あ、会ってやめてもらっていいですか。顔見て会ってやめてもらっていいですか。すいません。アミューズ吹田キスメ店は JR 岸辺駅から歩いてすぐの駅近のお店となっておりますので、ぜひお越しください。うん、すぐですからね。はい、じゃあ限度額決めます。はい、で、今日から僕からですか。はい、これ来い。あ、やべえ。うわ、ロケの可能性エラーあり。じゃあこれはまあちょっともう一回戻しましょう。ダメですか。すごいね、見たいわ、どれくらい汗出るのか。いや、そんな違うんですよ。パチンコ出してくださいよ。あ、いや、金フリーです。え、何色何色。金色です。金色何。金玉です。言ってくれるんですね。ね、案外すぐね。あと2ラリーぐらいかかるかなと思った。案外すぐ言ってくれる。ノリノリで言ってくれましたよ。ちょっと最初に触れたやつ
取るって決めてんの。これやる。よっしゃー、まずい。面白い。しかも今僕今あの吉本の若手でパチ部っていう部活作ってるんですよ。で、あのもう今日みんなに行ってくるねって言って、もう絶対勝ってきてくださいって、このパチ部っていうのをもうどんどんでかくして、いずれこの番組でちょっとぶち当てたいんで、負けるわけにはいかないんすよ。すいません。広いホールに信頼いっぱい、お客様に愛され続けるアミューズ吹田岸部店さんで前半開始だよ。さあ、まだまだ新大のウルトラセブン2まあまでですけどね、前回結構、収録中にできることの答えみたいになってたんやけど、当然今日もこれ持ってます、蛇のおチョコ。これ持ってからの勝率っていうのは相当すごいから、今日こそプラスにしたいなという感じです。あと今日はあのみんなアマなので、皆さんがたくさん当ててくれることもね、はい、あの私吉田さん負けてるとこしか見たことないので、軍資金が2万なんですよ。だからね、この2万以内にちょっと連チャンさせるようにちょっと頑張ります。さあ、いい音してる。紫色はチャンスだよ。いい音はしました。100分の1なのでね、ありえる。当たった時に放流玉がない方がいいので、ここは追加玉せずに。あー、緑か、弱い。紫で緑、まだ全然弱いです。あー、緑のまま。切り裂きアクション。あー、特にまだ。あーと、赤いけ、あかんな。アルティメットハイパーチューナーどれや。赤くなりました。いいと思います、だいぶいいと思います。アルティメットが出るならここだよ。だいぶいいちゃうこれ。14回転目。あ、軍ちゃうのこれ。軍と言っていいやろ。地球防衛軍軍。残念ながらウルトラ警備隊軍です。うわ、期待度低い。カットイン系がまだ弱い。相当熱いみたいです軍予告。でも緑やぞ。おちょこでもみあげ。もみあげちゃうわ、襟足や。名前間違うとあかん。襟足ですやんこれ。どっちも間違ってるよ。結構最初調子悪くて後半めっちゃ調子いいっていうのが僕の中ですごいあるんで、今のところ調子が悪いんで、全体で言ったらいい傾向ではありますね。いいのか悪いのか分かんないよ。久しぶりにちょっとアクションがあるやつ。いいんじゃないこれ。70秒、これ初めて見たよ。70秒あるかも、あるかも。よしよし、いいかもしれない。一気に金。おいおいお、赤。あ、金。今頃気づいたのかよ。いいよ金。金系って結構大当たりのコエンスがになったりしてるんで。なるほど。だいぶ赤も強くなってますし。よしよしよし、いいですよ。きた、これはいいよ。これはいいかもしれません皆さん。よし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 、後期か。後期より激アツの方が大チャンスなんだけど。ただ保留玉が緑だからちょっとそこが怖いですね。もう一個もう一個。あー、
緑は弱い。いやー、いやー、あっちゅー。あ、すっかり私は忘れてたんですけど、なんかフリーだから余裕だと思ったんですけど、全然コスプレがあるんですかね。大事なことを忘れるな。7連チャンの可能性大いにあるから、入られたらまずい。今正成ちゃんを応援してる人いるのかな。今が赤ですか。あ、来ました、来ました。イカルステージ再度4分暑いです。この大チャンスを、いやー、なんで今なの。岩攻撃はチャンスだよ。お願いします。やったー、入りよった。ありがとうございます。マジか、困るぞ。はい、ナナレイちゃん7連しないといけないんじゃない。これなんです。そうなんです。うわー、見たいな。どっちですか、7連ちゃんを見たいのかコスプレを見たいのか。いやいや、もうごめんなさい、コスプレです。コスプレなのよ、こっちは。コスプレ回避まで大当たり残り5回。はい、ウルトラセブンラッシュ突入しました。150回転ナイスティーです。早くもチャンス来た。いつで転売いいですね。いかがチャンスアップもあったので、足は痛い。はい、7やりました。3連チャンです。あと4回。
やばいな、もう100回切ってるやん。やばい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 。まだ大丈夫です、全然。やばい、ブバー。全然大丈夫です、全然。もう抜けるわ。うわー、余裕ですよ、まだ。無理無理無理、絶対抜ける、無理無理。吉田さんの当たるとこが見たいんですよ。俺はもうそんなどうでもええ。なんでですか。もう皆様の興味は、はい、もうまさしげちゃんが7連チャンしないこと。ほらほら、もう確率切ってるよ。ああ終わった終わった、大丈夫大丈夫、85% ですよ。7連チャンせなかったら、アントニオ猪木のコスプレやから。なんでですか。アントニオ猪木のコスプレ、黒いパンツだけやから。いけますんで。やばいやばいやばい、50回やればいけます。まずね、気持ち大事やから、もうダメかもって思わすことが大事。不足だな。こんな3回じゃ終わらせられない。その時、あ、なんか金ちゃん、これ金やろ今の。吉田さんの金を見てたら転敗してました。頑張れ、チャンスアップ。はい、なんか俺の良さそう。外れろ外れろ、まさしげちゃんが外れるならこれも外れてくれていい。頑張って、お願い。いやー、長尾さん、うわー、よし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 、コスプレ、あとちょっとでコスプレだ。もう無理や、もう無理や、残り30。いきます、いきます。だって今まで120回やってあかんかったもんが残り28で来るわけない。突然来ますよ、ほんと。キャム、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 そうだそうだ。吉田さんも正成ちゃんも目が離せないよ。ここゲームが赤い、ゲームこれ大チャンス、大当たりあるぞ。いや、今は俺よりも頑張れ。無理無理無理。今やったらパンツのチラ見せでもうコスプレやめてええで。どういうことですか、パンツ。もう残り8回どうせ後編やから、パンツのチラ見せでコスプレなしにしてもいいよ。悪魔のささやき。いや、だってこれが終わってもまあ、せやけど、もう無理やん。やだー、転敗して、ピッチャー通り過ぎた。わー、ああ終わりよっつー。吉田さんも勝負。あれー、よし、まあいい、引き換えや。あー、よし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 。これもう俺の当たっててもおかしくないけど、もうありがとう、まさしげさん。まさしげちゃんの外れと引き換えに、ナイスナイス。切れた、当たった、最高。もうまさにこれ当たりを奪ったというやつやね、まさに男のスケベ心舐めるな。今度は吉田さんがセブンチャレンジに挑戦。わー、ここ勝負ですからね。この40回転以内に、まあ大体80分の1ぐらいを捕まえれたら激アツ。よし、いい感じで、よっしゃー、来いよ、絶対来いよ。おちょこスタンバイ。蛇のご利益残ってるのか。おちょこを襟足にスタンバイ。弱攻撃、セブンが良ければ勝利だよ。回避、オッケー。最近の吉田さんすげー。最高最高。こんなことあんの。最高なことありますか。おちょこのおかげです。セブンに飲まさな、飲まさな。ありがとうございます。でも吉田さんが調子がちょっと良かったです。私
ハマってるとこしか見たことなかったんで、一日通して当たってないっていうとこしか見たことがなかったので、吉田さんのウルトラセブンラッシュが始まるよ。これで俺が7連チャンしたら、はい、まさしげちゃん次のまた、はい、あの出演の時は最初からコスプレやからな。あ、俺が7連チャンしたらな。わかりました、うん、はい、今日の後半コスプレはもうほぼ確定やな。で俺が7連チャンしたら、はい、次回最初からコスプレ通りました、要求が通りました。やっぱ弱ってる時にガンガン攻めるべき。目標はまさしげちゃんができなかった7連続大当たり、みんなが応援してるぞ。これ弱攻撃やろ。石は弱攻撃だよ。ああそうなんや。ウルトラセブンラッシュは攻撃を受けてもまだチャンス。やったー、ほらめちゃくちゃ出てる。よっぽど興奮したんでしょうね。よっぽどセブン興奮したんで、この戦い頑張りました、ありがとうございます。とりあえず7連ちゃんが目的ですから。一方、一人見せ場のない男がいるよ。止まれ止まれ止まれ、やばい、泣きそうな顔してる。この仕事が決まった時はみんなほんまにね、夢持ってきてますから。パチンコ番組の収録ってそういうとこあるから、それが踏みにじられてる、その様が最高。まさしげちゃんにチャンスかな。あ、いた、ウルトラチャンス。これ変化もないですね。全然弱かったんですけど、ラッシュか。はい、何が出てくるのか。と思った一瞬、はい、ガッツ星人アルティメント。出ないですね。龍眼紫、はい、タイトル後ろお願いします。赤になりました、アイスラッカー。はい、すいません。ちょっとやっぱりあのアントニオ猪木さんのコスプレって言われたんで、さすがにちょっとタオルだけじゃ私出れないかなと。はい、いなさあ吉田さんにチャンスだよ。やったー、これで大当たり4回目。まさしげちゃんのチャレンジ、再びラッシュに入れるか。めちゃくちゃ緊張してるやろな今。勝負の24回。もうやばいやばい、まだ半分ありますって。吉田さんが7連続大当たりするのかも気になる。いや何や、強がんな強がんな。いやー6回頑張れー。エレキング強いんですよ、エレキング。戦う前から心が折れてる。今日
いどんまいさあもうほんまねこれ以上ない最高の前半戦、まあセブンボーダス入りましたけど前半戦ここで終わりたいと思います。さあ吉田さんも正重さんも当たってアマレジで大当たりなしは一人だけ。さあライブモード来い。泣かず飛ばずだよ今のラフレクランのままだよ。さあ前半終わりました。キョン どうですか。だいぶ厳しめで、僕のだけマックス代とかじゃないですよね。いや違うと思いますよ。ますよね。ちょっと後半巻き返さないと本当にやばいですね。だってもうあれやもんな、なんかこうオープニングの時より目開いてもんな。もう本当にカッとなっちゃってるんで。じゃあね、もう軍資金がなんせとりあえず今回2万ですから。まずいです。でも半分以上いってます。いやそうなんですよ。2万のこの2万っていうのはね、まあ、ビクトリーのこの V でもありますからね。まあ元気ない V やな。これ2万、2万負けのに結構猫背の V で。正重ちゃん、はい、入ったんですけどね。おお、何連ですかあれ。3連です。なあ、正重ったね。正重ったね、本当に、ま、悔しい。 85% 1回しかいけなかったです。本当コスプレはもう確定しました。はい、そして、あの収録中にね、はい、正重ちゃんが7連できず、はい、俺が7連したら、はい、吉田さんが、はい、次の、正重ちゃん出番の収録、はいはい、それはもう最初からコスプレで来てくれよ。おお、ほんならもう多分弱ってるからやろな。はい、わ、はい、かりました。一つ返事で。だからもう後半はうわ楽しみな。もう正重ちゃんはコスプレで来る、はい、で俺は7連したら次回の正重ちゃんのコスプレがかかっている。はい、だからほんまにね、お前のロケなんかほんまにおまけなんだよ。いらないんですよ本当に頼む。今日ゼロから100かけていい当たりは引けなかったんですけど、まあ、結構誰よりも結構喋ってたんで、うん、まあ30 、ね、結構喋ってました。はい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 、やる起点みたいな。やる起点です。はい、ポテンシャル点は30ぐらいですかね。はい、はい、で僕が、まあ、あの歴史に残るような展開の回ですから。確かに、はい、そうですね。じゃ前半100にしましょう。はい、さあ正重ちゃん、私は3連チャーなので30かけ、そうやね、はい、後半伸ばしますんで。さ あ次回はもうオープニングから、はい、正重ちゃんはコスプレの状態で出てくれます。というわけで今回はこの辺でさよなら。いつもかけっぱちをご覧になっている皆様ありがとうございます。ここで強楽パチンコ&パチスロ友の会のお知らせです。平山の説明お願いします。はい、強楽パチンコ&パチスロ友の会は強楽が運営する Facebook のファンコミュニティです。普段のパチンコライフを自由に投稿できるのはもちろん、強楽の最新情報もお届けします。誰でも気軽に参加して楽しめるオフ会も全国各地で随時開催、初心者からベテランまで楽しめちゃいます。パチンコパチスロ好きな人が集まって、まあ、ワイワイお話ししたり。そうなんです、一緒になんか家に行ったりして、うん、その後居酒屋でちょっと反省会みたいなのをやって、ね、一生の親友を作る場でもあるわけやね。そうなんです、実践も宴会も大盛り上がりでございます。崖っぱちの収録情報なんかもチェックできるんですよ。うん、入会方法はとっても簡単です。Facebook にログインして強楽パチンコ&パチスロ友の会で検索し、グループに参加ボタンを押して参加しましょう。楽しんでます。友達になりやすいですもんね、パチンコ同士は。はい、じゃあ平山最後の締めもお願いします。はい、強楽パチンコ&パチスロ友の会に参加しないなんてどうかしてるぜ。ありがとうございます。YouTube 強楽チャンネル内のコメント欄に寄せられた視聴者の皆様からのお便りをご紹介します。オサニーさんからいただきました。反射の場面は永久保存したい、うん、この反射いうのはあの、はい、反社会勢力じゃじゃないですね、はい、あの反射してってことですよね、はい、あの青山亮ちゃんが、はい、来てくれた時に短いスカートを履くことになったんですよ。コスプレ、はい、でそこでパンツが見えるのかどうかっていうのをこうペットボトルに入った水ね、はい、それをこうやった時に反射でパンツが見えるのかどうかっていうのをやったんです。はい、でそのシーンを多分
永久保存。なるほど。してくれるということですけども。見えたんですか？見えないんです。あ、すごいですね。案外その知識なかったよ。ないです。ペットボトルの水で。そうそうそう、見えないんです。なるほど、だからこれから正成ちゃんで、はい、収録しますけども、うん、反射永久保存してもらえるように、はい、はい、正成ちゃんでやってみたいと思います。皆様たくさんの投稿ありがとうございました。毎回ご紹介するのでじゃんじゃん投稿してください。お待ちしてます。後半どうなる？正成ちゃんがコスプレしてくれるかいやね。はい、あかんで、男のスケベ心舐めてたら。やっと出てきてくれた。あれ、前回のオープニングで言ってた気がするんですけど。うるさい。どういうことですか？ YouTube で崖っぱちをご覧になっている皆様、いつもありがとうございます。面白かったら動画内にある高評価ボタンを押してくださいね。いや、もっとしっかりお願いした方がいいんじゃないですか？わかりました。高評価ボタン押してくれないなんてどうかしてるぜ。どうかしてるぜ。